GoogleTag.cmd.push、ファンクション、はじめ中括弧 GoogleTag.display、sp、アーティクル、アンダーフォと終わり中括弧。フランスフットボール氏の主催するバロ。ボールの2021年度授賞式が現地時間29日に行われ。パリ・サンジェルマン、PSG のアルゼンチン代表フォワード。オネル・メッシが7度目の受賞を果たしたが、選手の受賞に対しては批判や異論も相次い。いる。 絶対的な有力候補が不在であり、史上最。大混戦とも言われていた今年度のバロンド。ルフダが発表が近づくにつれてメッシの受賞。確実視されるようになり、その事前予想通り29。の受賞式でメッシの選出が発表された。33ポイ。い。トサという僅差で2位に続いたのはバイエル。ミュンヘンのポーランド代表フォワードロベルト。 バンドフスキテン2021年を通してメッシュを大幅に植え、ル得点数を記録し、新設された年間ベストス、ライカー賞を受賞したが、初のバロンドール。賞には届かなかった。ドイツメディアはこの、蚊に納得できない様子で、メッシュの受賞に対。って批判も紛失、ビルト氏は投票結果を、インチ。と厳しく非難し、事実であるはずがない、好き。 ダラスな人選と評している。選手や元選手。どからも、メッシの受賞に対して疑問の声は。なくない、元スペイン代表ゴールキーパーのいけるかし。ヤス氏は、こういう賞の人選は理解できなく。ルイ・ポーダー・メッシは歴代で5史に入る選手だ。思うが、シーズンの中で誰が際立っていたか。得なければならないとツイートしている。 ルマドリードのドイツ代表ミッドフィルダートニクローは、投票で4位となったチームメートのフォワードカリム。ベンゼマが受賞すべきだったと主張、なぜべ。ゼマじゃないんだ。メッシがクリスティアロナウドと並んで過去10年間の最高の選手。ったことは間違いないが、今年は別のフォワードになる。木だとコメントしている。また意外にも、目。 元チームメイトであり友人のダニエル。ウベスもメッシの受賞に異論を唱えた、だが、選手の主張は、経路が異なり、サッカーよ。命の方が大事だというメッセージを送るべ。という理由により、心臓発作から生還したで、マーク代表ミッドフィルダークリスティアン・エリクセンが、勝すべきだという考えを述べている。両